どうも、皆さんこんにちは、こんばんは。ナッツトラールのゲーム研究室、ナッツです。今日はモンハンライズなんですけど、皆さん以前行われたタイトルアップデートでのマカ錬金のバグの修正後、錬金いかがでしょうか？自分はアップデ後350連から400連ぐらいだいたい引いてるんですけど、今回はそのうちの200連ちょっとぐらい、220連から230連ぐらいになるんですけど、ちょっとその結果をね、ご紹介していこうかと思います。やった錬金は読み方間違ってたら申し訳ないんですが、幽玄と輪廻になります。まあ錬金は何十連か引くだけでもすごいいいのが出るときは出るし、逆に出ないときは何百連引いても出ないっていうような感じだと思うので、神馬が出る確率の参考にはならないかもしれないんですけど、まあ大体こんな感じになるのかなっていうのが少しでも伝わる部分があれば嬉しいです。今回僕の音声の方はここまでになるんですけども、よかったら最後まで見てってください。それではどうぞ。